くよ。三四組よーい。水泳の授業で子どもたちの安全をどう守るか。愛知県豊橋市の場合は、こちらでは小学生の水泳の授業が行われていますが、場所は学校ではなく市民プールです。今日授業を行ったのは吉田潟小学校の4年生。学校からバスで移動してきました。担任と一緒に指導するのはスイミングスクールの運営などを行う民間企業のインストラクターです。なぜ小学校がプロの手を借りるのでしょうか。より高い質の授業ができると考えております。また担任と、施設の方が入っていただくことで、より多くの目で授業が行えますので、安全面についても、効果的だと考えております。今日は4クラスの児童116人を監視員を含めた11人の大人が見守りました。さらに屋内なので、今日のような雨の日でも授業ができるのがメリットだといいます。指導してくれるから上手くなれるから嬉しい。教えられるとなんか次ちゃんとやらないとっていう気持ちになります。みんな水泳の授業はどうですか。楽しい。豊橋市内では現在52校中20校の小学校が学校以外のプールを使い、民間と協力して指導しています。音もなく溺れてしまうことがあるとは聞きますので、たくさんの目で見ていただけるのはとても助かります。水が好きでプールの授業が好きだなと思えるような子たちを育てていきたいなと思ってます。